はい、皆さんこんにちは、ワンダネクルビッシュです。では今回はステラリスガンダムモッド続きをやっていきたいと思います。このドリストマクにいる海賊艦隊の前に味方の鬼子艦隊が消滅するというまさに衝撃的な結果を前回プレイする羽目になったんですが、まずここにいる艦隊を、敵の艦隊ですね、海賊艦隊、これを排除しておく必要があるので、この排除に取り掛かっていくんですが、味方の艦隊で元気なのが第2、第4の両艦隊なんですけど、まず第2艦隊に関して言うと、今は、ドリマスクにいる敵の艦隊というか海賊艦隊に向かわせているので、まあ、その間の被害がどれくらいになるかちょっと怖いなっていうのと、もう一つは財布。第4艦隊は財布に入っていて、財布はもう常にね、敵の攻撃が止まない場所なので、その財布に向けて出撃をさせていこうというところなんですが、今宇宙ステーションの方では造船所でホワイトベースの2番艦級とコルベットを作ってるので、これが完成して艦隊に組み込んだら第4艦隊を、一路財布へと派遣していきます。では時間を進めていきたいんですが、その前に今はそれなりに影響力が溜まってきているので、この影響力をね、行使していくということも考えていきたいです。で、次影響力使って何ができるかっていうところなんですけどね、さてと、ここで通信が入っています。新たな植民地ということで、私たちの数は4倍に増えたことをお伝えすればきっと喜んでいただけるでしょうというところですね。入植を許可するかどうかというところだな。まあ、巨大ガス惑星だったらいいかなという思うけどね。まあ、ガス惑星には我々人類は住めないので、まあ、ぶつかり合うことはないでしょうという前提のもと進めていきましょう。本当にこのドリマスク危険地帯なんだよね。第4艦隊に収めるためのホワイトベースがもう半分までは作られてるね。おっと、敵艦隊か。ちょっと時間を止めましょう。敵の艦隊。ダーバンか。ダーバンはドリマスクから敵が侵攻してきてるね。そうすると第2艦隊がダーバンに向かわせるしかないんだよね。本当に余計なことしてくれるな。完全に艦隊が消滅しましたからね、2つの艦隊が。
ス完了したで。民間ステーションが分かっている、分かっているよ。まだ第二艦隊の到着は時間がかかりますね。今第二艦隊はまだまだマーローブにいて、相当時間がかかるんで、ダーバンは救えそうにないな。残念ながらダーバンが救える見込みは何もない。第一艦隊はじゃあ地球圏に戻して、傷ついた艦隊戦力を増強しましょう。がちょっと人数が足りてないな。そしたらサラミス、カイももう一隻増強しておく。第4艦隊に第4艦隊増強が終わったら急いでサイフに派遣しましょう。そことのせめぎ合いだな。もうホワイトベースの2番艦級がもう今ではそんなに最新鋭艦ではなくなってしまってますからね。そこもちょっと微妙なところかなと思うんですが、これは居住環境のところに関しての話なんで、まあ、とりあえず褒めたたいておきましょう。これによって影響力がプラスで入ってくるので、この後必要になってくる影響力出てくると思うので、その時のために溜め込んでおきましょう。で、お金はまずまずある状態なんで、外交的侮辱か。だから何なんだという話でね。ボール破壊帝国か。ちなみにそのボール破壊帝国が一番遠いところにいます。もう本当にね、こやつらをこの海賊艦隊さえ壊滅に追い込めれば、
当に他国への侵略も開始できるかなという矢先ですからね、二号艦隊消滅という衝撃が走ったのは。建設完了したで。さてではこの一番の最新鋭艦隊、The leader's tab lets us hire, dismiss, and assign idle governors, scientists, admirals, and generals. で、敵艦隊がいる。どこだ。オドラモン。オドラモンは、ちょっと待ってね。オドラモンはここか。いやー、撤退させるしかないね。今は、なんといってもドリマスクにいる敵艦が気になるんで、第4艦隊の増強が終わったので、これ財布に戻します。スペシャルプロジェクトの発令ですね。まあ、これはスペシャルプロジェクト発動しておきましょう。ドリマスクからランテマリオに移動したね、海賊艦隊が。分かっている、分かっているが、今何もできないんだ。で、第2艦隊を今ドリマスクに派遣していることによって、領土の北部の防衛がもう何にもできない状態になってるんで、一刻も早く4個艦隊編成に戻したいところですね。では艦隊の増強を行っていきましょう。まずはサラミス階級、まあ、第一艦隊の増強をして、やっぱり4000近くまでは艦隊の戦闘力上げておきたいので、今だと第4艦隊が3800で一番戦闘力の高い艦隊になっているんですけど、第一艦隊を増強をかけて一番戦闘力の高い艦隊へと仕上げていきます。スペシャルプロジェクトは成功だね。社会研究の獲得350。スペシャルプロジェクトが終わったらすかさず整形調査を行わせましょう。整形調査をしないことには領域を自国の勢力圏内、領土に組み込めないので、ピク様まで来ましたね、第2艦隊が。ここまで海賊艦隊に手を焼いたのは多分初めてだと思うんですけど、ようやくダーバンまで来ました。第2艦隊が海賊艦隊の騎士のレッドリストマクまでもうすぐで着きます。ちょっと待ってくれ、宣戦布告、ティラスルス独立国に宣戦布告。これはここだね、以前戦争してましたからね。以前戦争していたところが再び戦争を始めたというところかなとは思いますけど、
今度は金不足か、まあ、ただ金に関して言うと、ダーバン、ドリマスク、ランテマリオ、この辺りを海賊艦隊から取り戻せば、そこにまたお金の採掘基地を作って、まあ、プラマイゼロぐらいまでは持っていけるかなとは思います。なので第二艦隊ですね、これをドリマスクへと突入させます。絶対に負けて帰ってこないでくれよとしか言えないけど、大規模な BK5619 のお題かな、周回軌道で携帯式のデータバンクが浮かんでいた。で、まあ、高度な技術のものだということだよね。まあ、じゃあ解析しておきましょう。スペシャルプロジェクトを発動。さてと、第二艦隊が交戦状態に入っている。では艦隊戦の状況を見ていきます。さすがにね、3個艦隊目やられるわけにはいかないというところもあって、まあ、確実に叩き切ったでいいかな。ようやく平穏が訪れたな。では第二艦隊は急いで北に戻りましょう。ドリマスクはもうこちらの海域に組み込んでいこう。でポップがちょっと足りなくなってきてるっていうのが気になるのと、ドリーツストーマークの建設が終わったらランテマリオで資金の回収を
行っていく必要がありそうですね。で、他国で起きている戦争にはまだ関与する必要はないので、一旦このまま放置プレイですね。他国の戦争は放置で、鉄の資源が溜まってきたら艦隊の増強と、なかなかに忙しい感じにはなりますが、そうか、第二艦隊は一旦艦隊修理してから、地球圏で修理してから、北の方の国境警備に戻ってもらいましょう。オースカーン近辺も危ないんでね、オースカーンも自国に組み込んでおきたいところなので、オースカーンも建設船の空きが出たら、前線基地の建設に取り掛かりましょうか。まあ、一刻も早く、やっぱりさっきから言ってるように4個艦隊構成に戻したいので、今だと実質戦えるのが第2第4の両艦隊で、第1艦隊は増強中で、今まともに敵艦隊とぶつかっても勝ち目はないので、まあ、あの戦闘値4000ぐらいまでは上げたいと。まあ、そういうところですかね。まあ、ラグパッドもここに海賊船が生まれる可能性があるんだったら、影響力60、鉄100使ってても前線基地作って自国の領土圏内に収めておいた方が結果的に損害が少なく済むかもしれないな。艦隊船は完全にもう自動なので、どれだけ自分たちの艦隊がテクノロジー的に相手を上回っているかっていうのがポイントの一つにはなってきますから、無駄なところで足踏みしたくないっていうのがあるんですよね。ホワイトベースの2番艦級と同じものを作ろうとすると鉱石が2200必要になってくるので、まだ半分溜まってないな。で、第2艦隊の艦隊の修理状況はというと、今第2艦隊はもうちょっとで地球圏に到達っていうところだな。
設完了したで。ではちょっとね、今まで地獄の領土に組み込んでいなかった場所を組み込んでおいて火種を消していきましょう。まあ、今回はようやく海賊艦隊を壊滅させたというところで、まあ、敵討ちはしたものの、他国で戦争がまた勃発しているとか、そういう状況を見るとやっぱり軍事力の増強は、少しでも早くしておきたいので、軍事力言えてないですね、軍事力の増強をかけつつ、お金、これをバランスよく保っていく必要があるかな。はい、ではちょっとね、いい時間になってきましたので、今回は一旦ここで、終わりにさせていただいて、次回ですね、この続きをプレイしていきましょう。次回は第一艦隊の増強を行っていきます。で、艦隊が4個艦隊編成に戻ったら、いよいよね、戦争も始めていきたいかなというふうに思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。